こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。今月の6月22日に発売されていた新シリーズのリアルクラスの、それ用のレールっていうんですかね、このリアル曲線レール、これがね発売されてたんですよ。でまあね、この形はこんな感じで、まあ、今までのレールと、ちなみにこれ今までのレールなんですけど、今までのレールと比べるとリアルをちょっと追求したねレールになってるみたいなんですよ。それで気になる価格なんですけど、4本セットで税込み660円でした。でちなみに少し前に紹介したこのリアルクラスのプラレールにも、リアル直線レールがね3本不足してたんですよね。まあこちらになるんですけどね。でこちらもね、まあ、別に発売されてたようなんですよ。4本セットで660円で発売してたようです。でそちらも660円で、私はこれね、Amazon で購入したんですけど、価格は一緒でしたね。ということでね、早速見ていきたいと思います。でパッケージはね、まあ、こんな感じのパッケージで、で後ろはこんな感じです。セット内容はリアル曲線レール4本ということで、まあこんな感じなんですけど、4本だけ買っても一周できないんですよね。なんでおそらく曲線レール買われる方はやっぱ2セット買う必要があるんじゃないかなと思います。ということで中なんですけれども、はい、まあこんな感じで2個ずつになってますね。1個ずつに分けて入ってるんですね、これ。えいでちなみになんですけど、この曲線レールね、まあ、価格先ほど660円というお話ししたんですけど、参考までに通常のレールの値段ここに載せておきます。かなり値上がりしてます。ということで、じゃあちょっと見ていくと、まあ、こんな感じですね。もう出来自体はね、なんか細かくね、いろんなとこ、ここら辺もね、成形されてるし、まあ、出来自体は結構いいんじゃないかなとは思いますね。で、ちなみに、こっちがね、あの、普通のプラレールのレールになるんですけど、まあ、比べてみると、まあ、こんな感じで。やっぱ雰囲気はね、こっちの方が出ますよね。よりリアルさっていう意味で、やっぱこれはいいのかなという気はしますね、やっぱり。はい。で、レール自体ね、やっぱりちょっとね、柔らかめになってるような気がします。以前もね、紹介したんですけど、このリアル直線レールの方もね、まあ、こんな感じのね、直線レールになってての、まあ、裏はこうという感じですね。これ、表がこのポッチついてるのかな、ひょっとしたら。で、裏はポッチないんですよ。それ、曲線レールも同じですね。ポッチがついてる方が表で、ついてない方にちょっと刻印があるんですよね、これ。はい、まあそんな感じになってます。でちょっと組んでみましょうかはい、レイアウトね、組んでみると、まあこんな感じになります。やっぱりレールがリアルレールっていうんですかね、リアル直線や曲線レールだと、うん、いい感じにはなってますよねだからこの駅もね、やっぱリアルクラス用の駅がね、どうしても欲しくなっちゃいますよね。はい。ということで、じゃあちょっとこの小田急ロマンスカーでね、走らせてみますね。スイッチオン。いきます。スタート。ちょっと、レールを中心に映しますね。あ、いいですね、やっぱり。レール変わるだけで雰囲気は結構違ってきますよね。ちなみにこちらが通常のレールで、リアルクラスのレールに戻すとこんな感じ。通常のレールで、リアルクラスのレール。まあこんな感じで比べてみると、もう明らかにね、リアルクラスのレールの方が雰囲気ありますよね。はい。でですね、ちょっと気になるのが橋脚との相性ですよね。なんせリアルクラスのレールは通常のレールに比べて
ちょっとこの部分の幅が広いんで、これがなんか悪さしないかな。それをちょっと心配してたんですけど、特に問題はなさそうですね。はい、橋脚に乗せてみるとまあこんな感じですね。うん、結構いいんじゃないでしょうか。これでスタート。うめえすごく、まあ、いい感じにはなってますね。ただやっぱりちょっと気になるのが、レールがね、これグレーじゃないですか。で、橋脚が黄色なんですよね。色合わせた方が合うかなと思ったりもするんで、ちょっとこのグレーの橋脚に変えてみますね。はい、グレーの橋脚に置き換えてみるとこんな感じです。うん、やっぱりこっちの方がね似合ってますよね。スタート。はい、まあこんな感じでね、うん、やっぱりこの色の方が合ってる気はしますね。いいですね。おでこうなってくるとですね、もう一つ気になるのが鉄橋ですよね。ということ でここにね鉄橋ちょっとつけたいんですけど、ちょっとこれ一回外して、あーちょっとね、ちょっとここのなんていうかな、ジョイントパーツっていうのかな、これがこのレールのこの出っ張りとこに当たってこういうへこみみたいにはなるんですけど、でもいけそうっすよ。ちなみにこれ伏線で行く場合、このパーツ横に使うんで、これだとね無理ですね。ちょっとね完璧に収まったっていうわけではないんですけど、ちょっとやっぱり不安定さはあるけど、いけなくはないと思うんでね、ちょっと行ってみますね。あ、そうか、これ無理だ。これね、ハイタイプだと当たっちゃうから、クーラーはハイの方がかっこいいかな。これ外しましょう。で、これでねちょっと行ってみますね。スタート。はい、まあこんな感じで走れなくはないですよ。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらのリアル曲線レール、こちらをね紹介してちょっと走らせてね見たんですけど、やっぱりねこのリアル曲線レール、普通のレールとね比べると雰囲気出ますね。特にこういうリアルクラス、こういうの走らせるとやっぱこっちの方がいいのかななんてね思っちゃいますよね。まあ、こんな感じで、まあ、従来の橋脚とかにもね、使えますのでね。まあ、気になる方はね、ぜひ、チェックしてみてください。まあ、これはリアル曲線レールなんですけど、リアル直線レールもね、発売されてますので。はい。ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。で、この動画気に入っていただけましたら、ぜひね、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。